チモチーがめっちゃ大事なんですよ、この子たちって。3つ理由がありますわ。で、一つはですね、歯のこと。要は、この子たちって前歯も奥歯も矯正してて、ずっと伸び続ける歯なんですよね。チモシーって繊維がたくさんあるから、それを前歯で刈って奥歯でもぐもぐするわけなんですけど、そういうことによって不正交互が予防できます。で、もし不正交互になっちゃうと歯の根っこが産んでくる。それでもう治んないんですよ、これ。そうなっちゃうと歯根膜炎って言うんですけど、歯根膜炎とか歯根膿瘍とか言うんですけど、産んでくる、治んないですわ。そうすると目やにが出てきたりね、歯が痛いから、歯茎が痛いから食べれなくなったりもしてくるもんですから、チムシ大事。2番目、なんだっけ、あ、毛球症の予防になります。たくさん、まあ、特に長毛種は毛食べちゃう。そうするとこの繊維が 35% 入ってる高繊維のものをたくさん食べてると毛が一緒に運ばれて便に出やすい。それから3、あと食べちゃいけないけど異物ね、異物もちょっと少量だの異物だったら、チモシーたくさん食べると出ます。でもたくさん食べちゃうと胃に残っちゃいますけどね。で、3番目、これが一番大事なんですけど、盲腸くんって聞いたことあります？そうです、食糞ので、要は普通のうんちと、それから盲腸糞、盲腸から直接出てくるうんちを2種類するんですよ、この子たち。で、例えばこのレントゲン写真でですね、お腹こんだけありますよね。体がこんだけありますよね。胸ってさ、4分の1ぐらい、お腹がもう4分の3ぐらい、お腹の中のこれぐらいがもう3分の2ぐらい。ってことは、体に比較するとですね、盲腸が、この盲腸がですね、めちゃくちゃ大きいんですよ、巨大なので。巨大な盲腸の中にはいろんな細菌がいます。正常細菌層、腸内フローラーって言ってね、いわゆる善玉菌がいるんですけど、これが自分、細菌も生き物だから寿命が来ると死にます。そう、死んだら盲腸糞として出てくるんです。そう、これを食べることによって、この盲腸糞というのは食べることによって、モルモットのタンパク源、ビタミン源になるわけ。食べ物って粗食じゃないですか、モルモットは。だけど綺麗な毛が、ね、生えて、しっかりした筋肉もできてくるのは、食べ物の代わりじゃなくて、この盲腸糞の中の死んだ細菌を食べてるから、それがタンパク源、ビタミンになってる、ね。このいい盲腸糞を作るためには、これがめちゃくちゃ大事だ。体重の 2% 以上食べてないと、だからチムシー何グラムこの子食べてるのかって、毎日測らなくてもいいけど、測る価値はすごいあるかなと思いますね。ということね、言いたいことはね、とりあえずあんまりちょっといっぱい言ってもあれなんで、これぐらいで。じゃあこれつけて、どこから出すか、そんなトークではないんですよね。もし来ていただけるんだったら、明日の午前中10時から11時が明日はやってますんで、来てください。それと最後に